78.5北九州の未来を開く地域活性まちづくり、うん、町おこしの名のもとにさまざまな活動に取り組んでいる北九州、一人の力ではなかなか進まないことも多い。そこでオープンにして実現するための方策を見出し実行する、それが北九企画会議。今日のメンバーはリサーチャーの渋谷武史と、プランナーの岡秀樹と、ディレクターの秋竹正道部長と、プロデューサーの勢い恵美でお送りします。はい、はい、うん、おこんばんは。こんばんは。はい。今週もね、始まりました。いい色してますね。今日寒いですね。今日ね。外が寒いと、ほっぺも赤くなりますね。なりますよ。笑いすぎ。ようよう見ると本当にいい色してるなと。わあ、ちょっと。走ったわけじゃないもんね。うん。走りもしましたけど。はい。こういうのありの番組。はい、まだあのゲスト紹介しないからね。はい、どうした行きよう。じゃあ振り返りましょうか。はい、お願いします。前回の先週のゲストはシードの、八木田さん、一世さんでいいのかな、一世さん、一世さんとかね、一世、はい、さんにお越しいただきました。うん、なんとポートランドの話ですよね。うん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 。地方創生のポートランドには学ぶことが多いと。でみんなが自由に責任を持って生きることが大事だぞと。うん、それぞれの強みを生かして役割を持って一緒に作り上げると、はいはい、それを文化としていくことに強みがあって、うん、町でできれば人が集まり力が生まれてくると、うん、そういうことがね、そうですね、文化としてできていけばね、はい、また人が集まっていて、うん、また新しい力が生まれてくると、はい、キーワードは自治。はい、そして、ベイビーステップは1月23日のイベントに行くという、うん、山崎箱でしたかね、じゃなくて違アイデアの力学と作法の、ね、でもそれはね、ちょっと明日だったので、ね、延期になったんですよね。雪の関係、足元がね、明日が延期なの、延期になりました。そうそうそう、これなっちゃいましたね。なっちゃいました。今日の時点で。そうそう。あら、はい、箱は延期しないよ。だから箱に行ける人がたくさん増えた。えらい、みんな素晴らしい。ちょっとマイクロバス出して送り迎えして向こうで集めといて連れて行くと。そうだそうだ、ね、知らなかった人を拾って。それはあると思います。ね、あ、そうね、まあ、嬉しい方なね、まあ、でも明日明後日雪すごいんで、うん、文字庫の牡蠣も明後日は中止になりました。あ、そうですか。そうなんだ。明日はやってるから明後日は中止。ああ、そうかそうか。文字庫の牡蠣、明日おいで、うん、その足で牡蠣から箱、牡蠣箱いいね、響きはいいですね。もういっぱい飲んでいこう。行こうも、うん、いっぱい飲んでいこう、ね、うん、いっぱい飲んでいこう、うん、飲んでいきましょう。はい、はい、はい、よかったですか、ということでございます。お後がよろしいようです。でも私の出番は今で終わりと。今日はもう皆さんにお任せで。あ、本当に、はい、はい、まあ、もうじゃあ早速、はい、ご紹介お願いします。ゲストをご紹介させていただきます、はい、株式会社枠組みの、代表取締役ブランディングディレクター、田川マサテル様にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。うん、はい、イケメンですよ、うん、これがまた、はい、とんでもない、ね、はい、いやいや、なんちゃってですから、うん、テンションが上がってます。もうちょっと寄り添っていいよ、うん、いいんですか、いいんですよ。ちょっと指輪を外した方がいいですか。おい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 、それはつけといていい、はい、それぐらいがいいです。本当ですか、はい、わしもそれぐらいなんやけど、落ちたわけ全然ダメですけど、ね、みんなそれぐらいなんですけど、ね、みんなそれぐらいなんですけど、ね、それ人によりますって。そうです、はい、じゃちょっと田川さん自己紹介ですか、はい、なんて言ったんですかね、はい、まあ、一応株式会社枠組みというですね、うん、何会社かというとデザイン会社をですね、実はできたてほやほやです、うん、去年12月に登記をして、うん、
作った会社ですね、うんうん、はい、まあ、広告宣伝ウェブサイト制作というようなものがこうメインのこう業務になるんですけども、まあそうですね、まあ、それを作る理由としてはその企業とか個人のこうブランドを確立させるためにそういうふうなこうデザインをやっていくっていうのが私の会社のお仕事になります。なるほど、デザイナー来ました、うん、そうですね、はい、以前ね、まあ、もう以前から田川さん私こうお付き合いがあるんですけど、うん、新しくね会社を今回またこうもともとねやってらっしゃったんですけど、うんうんうん、枠組み、また変わった名前で、うん、枠組みですよ、枠組み、うんうん、そうですね、この名刺も枠組み、ああそうです、なんちゃって枠ですね、枠組み、はい、枠組み足場とかじゃないですよね、枠組み枠組み足場、建築資材です、建築資材屋さんとかじゃないですよね。そうですね、デザイン屋さん、そうですね、あの、なんですかね、よくあるこう枠組み仕組みとかっていう、うん、仕組みの方ですね、枠組みですね、はい、なんかそういうふうなこう枠組みをこう作ったり壊したりとか、うん、そういうふうなことがこう僕たちなんですかね、うん、グラフィックデザインとか、うん、ウェブデザインをやっている人に、まあ、これから必要なことじゃないのかなっていうのがあったので、うんうん、まあ、それで枠組みというふうな名前ですね、うん、にしました。その枠組みを変えたりとかっていうふうなことをやっていきたいところです。そうですね、はい、あとは今の枠組みに、まあ、まず気づいてもらうということですね、はい、フレームワークという、ね、そうですね、うう英語で言うとフレームワークですね、枠組みに気づいてもらうというのもすごい重要ですね今。そうですね、うんうん、あの今あるものに気づかないと、うん、あ、気づくためには新しい見え方を用意してあげないといけないとかっていうのがあるんですよね、うん、まあ、フレームワークって言われるものだと例えばこう自社を分析してくださいとかベタなものありますけど、うん、そのためにはだからお客様と、うん、ライバルっていう風な視点も必要ですよとかっていうのが、はいはい、まあ、3C 分析とかっていうのがありますけど、うん、まあ、そういう風なあの複数の視点を組み合わせることによって、うんうん、まあ、新しい見え方が見えるんですよみたいなものを、うんうん、まあ、デザイナーなりになんかこう新しいものを作っていきたいなというふうに思っている感じです、うん、はい、面白いです ね、 ですね。やっぱりそのデザインっていう話で、うん、それ何かっていうと結局物の見方ですよね、うん、物の見え方がに関することがほとんどデザインといっても、過言ではないというか、まあ、どういう観点で見ているかっていう話だと思うんですよ、うん、そうですね、そういうところがもうネーミングになってるっていう、うん、そうですね、うん、僕はあの絵が描けるデザイナーではないので、うん、はい、もう本当にあのパソコン時代の、 あのデザイナーなので、だからなおさら、うん、あのそういうふうなこうグラフィックデザインとかを突き詰めていくとかっていうふうなところがちょっとこうあんまりないなっちゃってるんですよね、うん、まあ、あとはその地方で仕事を、まあ、北九州でずっと仕事をしてるので、うん、そのメジャーな広告雑誌とか、うん、そういったものに載ってるようなそのデザインの実績とかがその、うん、なかなかこう必要とされないっていう現実がやっぱりあるんですね。僕は秋田さんと出会ったのもちょうど僕独立したぐらいの時、もうちょうど10年20ぐらい前だと思うんですけど、はい、その時にたまたまちょっとご縁をいただいてあって、はい、でも秋田さんはマーケティングとかやってたので、あの僕はマーケティング勉強しようかなと思ったのは秋田さんとかの影響も はい、あるんですね。かけながらやね。いやいやいや本当に私はこうやってこうないかね、教えるとかそういう作業をしたことがない。秋田さんはまだあの、うん、文字工ビジネスアカデミーとかをやってる時に、うん、はい、やってたりそういうのね結構ね、僕行きましたよ。あるよね、教えたっていう話になるもんですから。単純な興味なんですけど、はい、その秋田部長の何を見て、はい、こうピンポイントでいいですけど、はい、そこをなんかマーケティングこれ勉強しようっていうふうに思ったんですか。秋田さんのですか、うん、あれなんかお付き合いできたんじゃなかったか、一番最初かなんか、ね、一番最初はですね、うん、まあ、あの僕某北九州のポータルサイトっていうのを昔、うん、あの作ってる時期があって、うん、その時にたまたまなんかご縁があって、うん、なんかインタビューをしたんじゃないかな、ね、その秋田家のインタビューでサイトに載っけてくれて、はい、今だに載ってんのかな、いやないですはい、でそれでその中で、まあ、ちょっとお付き合い系で参加してみようかなっていうのが初めてじゃなかったな。そうですね、ね、はい、そうですか、そうですね最初はですね、秋田さんの話を聞いたりしてたら、うん、なんかそのデザイナーの人が、うん、その秋田さんと僕ら
そのいわゆるグラフィックデザイナーってこう結構対極なんですよ、うん、その文章でね、文章とコピーでやるのとビジュアルですね、それはその例えばジジイアの店作りとかにもすごい出てるんですよね、うんうん、お客様の声をバーンとあってその試食を前面に出したりとか、まあ、ロゴマークっていうのもちゃんとありますけど、ワードで作ったのかな、はい、とかみたいな、でもあれも見る人によっては結構かっこいいとかっていう人もいて、でも僕らデザイナーみたいな、あのグラフィックデザインをやってるような人から見ると受け入れられないとかっていうような人がいるのも現実なので、でもちゃんと何ですかね、いろいろメディアに取り上げられたりとか、しっかりこうビジネス、はい、そうなんですよ、商売として確立されてるとか、そういうのを見てると僕らが作ってるロゴマークとか、その例えば広告っていうのは一体何なのかなとかっていうのを考えるようになって、まあ本を読んだりとかですね、そういうところからいろいろとやってた感じですね、はい。なんかでも私本当今からは絶対マーケティングにデザインの力ってすごく必要だし、デザイン思考がないとマーケティングってうまくいかないのかなって個人的に思ってるんですけど、その辺っていかがですか、されてて。やっぱりマーケティングだけだとダメだし、デザイン的なところ の, その何ですかね、こう全体像をつかむとか、こうトライアンドエラーをしていくみたいなところも当然必要なんですよ。マーケティングっていうと何ていうの、どっちかというと深掘り的なところのイメージが結構強い方がいるんですけど、まあバーティカル思考とかとかって言いますけど、それがこう水平に広げていくためにはこう深く掘っていくと、その横にその何ですかね、掘っている道に見えないものが必ずあるんですよね、だからそれに気づきながらでも前に進んでいくみたいなことがないと、うまくこう何ですかね、机上の空論みたいになるのかなっていう気がするんですよね、今でもすごい分かりやすかったです、はい、デザインはその気づく部分で重要ってことですよ ね, そうですね、でもマーケティングはやっぱ深掘りしていく部分で重要なんで、どちらもやっぱりあることによってビジネスがやっぱりうまくいってという可能性が高 い, っていう、はい、そうですね、マーケティングという言葉をどう定義するとかっていうのがなかなか難しいので、うんうん、僕の言ってるマーケティングが正しいかどうかとか、うん、まあ別なんですけど、うん、なんかそのよく言われるのはやっぱ市場調査みたいなイメージを持っている方が非常に多いのと、うん、なんかそのまだ売り込みとかっていう風にして思ってて、うん、マーケティングっていうとデザイナーの人は結構なんていうんですかね、あの距離を置きたがる方がやっぱりまだ、うん、多いかなっていう気がするんですね、まあ、先週出てた八木田さんとか、そこがうまくこうミックスされてる、あの北九州で珍しいデザイナーの方だなと思うんですけど、八木田さんとかとは僕も面識がありますけど、話してるとなんかこう共通の話題とかもあるので面白いなっていう感じですね、はい、今ってあの MBA ってあるじゃないですか、でアメリカのまあ、MBA がやっぱりいっぱいあって、モジコビジネスアカデミーやね、あ、そうそうそう、アメリカのモジコビジネスアカデミーね、はい、まあいいや、持ってやったっていうのはごめん、あの戻るわ、経営修士ね、はい、ハーバードとかオックスフォードとか、まあそれ狙って作ったけど、はい、あ、次行こう、はい、で無視していいですか、うん、いいです、はい、で、あのどこだっけな、MIT だかハードバードだか忘れたんですけど、うん、そこの教授だか准教くらいの准教授クラスの人が MBA の専攻で教えてる人たちですよ、わざわざデザイナー学校に入ったんですって、うーん、でその限界が見えたからなんですって、あの表現したりとか伝えないと意味がないのに、長い文章を書いても意味ねえっていうのと、あと直感的に動く人がたくさんいるじゃないですか、世の日常って、そのセンスがわからなすぎると、マーケティングが机上の空論で終わるっていうの で, うでデザインのセンスが必要だっていうところからデザイナー学校にそのまま行っちゃったって、でそのデザインとマーケティングを融合していくっていう、でそれが、ね、デザイン思考のところにあって、今あのどこの学校か忘れちゃいましたけどちゃんとデザインの授業あるんですよね、MBA のコースに、あの US の方は、日本ないけどあんまり、デザイン、どうぞ。いや、6、7年前に僕はほら、あのそれこそ MBA 申し込む、ビジネスアカデミーっていうことやって、それまでずっとマーケティングコンサルタントっていう生き方をしてたのね、はい、今はこのマーケティングのタレント講師みたいな感じで、どっかに呼ばれて喋って帰ってくるだけなんだけど、それまではこう一応チームを持って、会員持ってこうやっていくっていうデザイン、あのマーケティングやってたんだけど、
それ実は辞めたのはデザイナーがマーケティングの世界に入ってきたので、あ、これかなわんって辞めたんですよ、うん、そうなんですね、うん、この自分のもうマーケティングっていうのはまあ、ホームページが、ウェブが始まった頃でまだまだ文章で売れる世界だった、メルマガとかね、うん、ブログとかで売れる世界だったんですよ、うんうんうん、ところが本当にこのウェブホームページがデザイナーの力を持ってして作られてくるともうやっぱり一発でお客さん動いちゃうん で、うん、でその時にあデザインが私全然ダメなんで、それで離れたんですよ、うん、だからデザイナーと組みたいなと思っとったけど、まあ、ちょうど自分ももうコンサルはもういいやと思ってたことだったんで、うん、区切りが良かったっていうのがあって、うん、まあそうなんですね、それでなんですよ、デザイナーほどやっぱ強くないですよ、うんうんうん、まあそうですね、うん、僕も今はその肩書きにもうデザイナーって入れていないんですけど、だからもう本当にこうデザイナーの人とこう協業していいものを作っていく、そのディレクターみたいなポジションにで仕事をすることが多いんですけどね。だからそうするとやっぱりこうデザイナーの凄さとかっていうのがよく分かりますね。僕もマーケティングを勉強してる時にデザイナーはダメだとかって言ってたことがあるんで、うん、やっぱね本当にデザインを勉強した人とちょっと絵がうまいっていうのとえらい違いで、一応僕も図画工作5ですから小学校の時、あれあれであれなんですか絵のセンスは絵のセンスはっていうか子供の頃はちゃんと絵描いてたりしてるけど、もう今やっぱりデザインっていうなんかデザインのあるいはこう仕組みをデザインするとか、うん、それからもう絵をデッサンのデザインか、いろいろなデザインの意味があるけれども、やっぱその絵で表現するっていうのがやっぱできないとダメかなっていうのはつくづく感じですね、うんうん、でもそのデザインって今デザイナーとおっしゃったところで言うと、うん、まあ、競技の意味、狭い意味ではまあ視覚にまつわる ね、うん、目で見えるエリアに関する仕事っていうのがまあデザイナーっていうとイクオールなんですけど、でも今は割と最適化するための仕事、最適化させる、うんうん、最適化させるっていうことの仕事にだんだんなりつつあって、うん、でそのタイミングでマーケティングが入るっていう感じですよね、うん、つまり今最適に売りたいターゲットにちゃんと当たっているのかどうかっていうことを視覚的な要素の中に取り込んだときに、うん、あ、こうじゃないよねっていうのが出てくると、うんうんうん、なんでその見えてる範囲とその時に見えてない範囲っていうのが対象になってくるので、うん、そういう要は視覚的なものから一回離れる必要があったり、うんうん、もしくはその先ほど言われた横展開というか、はい、自分がここの範囲にを見てる、この中で綺麗なものを作ろうとか、この中で最適化しようと思ってるけれども、ちょっと待ってよと、うん、これ多様性の社会の中で違う角度から見たら本当にそう見えるのかみたいなことを疑問をした瞬間にバーンって変わるっていうね、うん、確かにそうそうそう、うん、その、 要は最適化しようと思って見た目的にも最適化しようとしてるわけですよ。いわゆる競技の意味でも、うんうん、競技の与えられたテーマの中で最適化しようとしてるわけですね。デザイナーの仕事は一生懸命やろうとして、それをやろうとしてるんだけど、結局じゃあ他の人が、じゃあ目が見えない人に対してどうするんだって問われた時に、うんうん、それを準備する必要があって、デザイナーは、うんうん、その人を取り込むのか取り込まないのかに対しては取捨選択をしないといけないっていう状況ですよね。だから枠組みっていうのは基本的にそのまつわるワンセットなんですね。誰がそれを見ているのかっていうことと、 誰のためにそれがこう存在すべきかっていうことが常にあるから、枠が変わっちゃうとガラッと変わっちゃう。そうですね、うん、まあ、あと枠組みっていうのはもう僕たちは経験値を積み重ねることによってこうなんですか、知識とかができてきて、うん、まあ、その中でどうしてもその中でしかやっぱり生きられないんですよね、うん、はい、だからそれを崩してあげないと職種的にもですね、そうですね、競技の意味から飛び出るっていう意味でのデザイナーですね。例えばこう僕街づくり少しお手伝いしてますけど、街づくりは稼いではいけないっていうふうなところがあるけど、昔はですね、でも今随分変わってきてるっていうのも多分いろんな人の新しい活動のおかげで変わってきてるんだろうな、うん、まあ、例えばサスティナビリティというか、はい、継続性、サスティナビリティって継続性なんですけど、うん、その話が出てき始めたのは、そういえば環境のテーマが出てきた頃だと思うんですけど、うん、はい、でその前はどういう感じかっていうと、例えばまあ経済的なもの、うん、建築とかの歴史でいうと、まあ、例えばインターナショナルスタイルとかってミス・ファンデル・ローエ、なんかガラス、今視聴者みたいなやつです、うん、ガラスと鉄でできた、うん、ああいう、まあ、モダニズムですよね、うん、なんか UFO みたいな感じです、うん、
ヒューって上からやってきてガチャンってこう地面に落っこちてくるみたいな建物があって、だけどサステナブルってなった瞬間に、例えばエコであるっていうことから、そこの土地にもともと生えている木を大事にしようみたいなことの観点が入るわけですよ、うん、そうするとその木が端っこのいい場所にあって、うん、そしたら建築はどうあるべきかっていうのがガラッと変わるわけです、うん、つまり木を切ってその出来上がったかっこいいものをボンって上から置くよりも、その木が育つ方向に穴を開けていってっていうか、こう避けて建物が避けて、うん、こう形が変わるわけですよ、はい、こういうなんか進化の過程だから エコっていう観点が入った時点で建築がゴロって変わるんですよね、うん、こういうこう進化の過程が建築の世界でもあって、ね、だからシェイプがむちゃくちゃこう変わるっていうかね、綺麗、うんうん、なこう四角の片手物が4方面いいかというと、はい、そうではなくてエコになると思う瞬間にボコッとへこむわけですよ形が、うんうん、まあ、そういうこうとこってありますよね。そうですね、うん、非常に面白い。ちょっと会社にまつわるところの話だったんですけどね、うんうんうん、僕会社の、うん、あ枠組みっていうものをね、はい、うん、深掘りますね。あ、そうですね、うん、はい、私とかは実際枠組みとかが一番さっき言われてた、うん、今現在の枠組みに気づいてもらわないとっていうところが、うんうん、気づかないで突っ走るタイプじゃない。そうですね、だよね、うん、後になって枠組みそんなことみたいな話が多くて、ま、今でも気づいてないこといっぱいあるよね、うん、枠組みにねだから、まあ、枠組みを作ろうっていう感じもないし、枠組みをっていう発想がね、もともとはないかもしれないね。だから、ああ部長がね、うん、まあ、秋田さんスタイルなんじゃないですか、まあ、それが秋田さんの枠組みなんじゃないですかね、うんうん、あ、そうかもね、はい、そうだよね、だと思います、うんうん、自由人だからね。そうですね、もともと自由だよで不自由なんですけどね。不自由、相当不自由だよね不自由な生活してるよね結構そうですね、うん、デザインっぽくはないですけど、その枠組みに気づかないから自由にできるんですけど、今すごくね、気づきたくないのもあるかも ね、もう大人になれない子供みたいなあるのかもね。でも情報社会なので、もういろんな情報にまあがんじがらめでもう動けないっていうような方がやっぱり多いじゃないですか、やっぱこう特に従業員の方とか、うん、ただ今思うのは、枠組みを超えて何かをするっていう人よりも、はい、枠組みを上手に使って、うん、まあ、いろんな業界の枠組みとか、ね、団体枠組みとか、うんうん、その枠組みを上手に使って三方よしの形を作っていく人の方が、うん、やっぱ安定して伸びてるような気がする、うんうんうん、すごい、そうそうそう、いいことね、だから俗にフィクサーだったりするわけですけども、うんうん、その辺は私苦手、まあ、リサーチャーとかはその辺枠組みを使うのは非常に上手、うんうん、そうですね、まあ、リフレーミングっていうやつなんですよね、うんうん、で、どっちかっていうと枠組みは壊してるタイプなんですよね、うんうん、新しいものを作るっていう、ね、そうそう、別の枠組みにパカッてはめちゃったりとか、うんうんうん、見え方を変えちゃう、うんうん、さっき言ってることすごい、田川さんの言ってることすごい同感で、うん、で、なんていうのかな、うん、この枠組みって僕が使ってる言葉で言うとパラダイムっていう言葉なんですね、うん、もう前提知識と前提条件とか、うん、なんだろう、この世の摂理みたいな感じで僕たちが信じきってることっていうのを、うん、そうでもないよってやるとこから始まって、うん、でそうするとあれ違うんだってなると動き出すって、うんうんうん、で自分で枠組みなりそのパラダイム決めていいんだよってなった時に動けて、はい、でそのパラダイム何にしますかっていうところをちゃんと対話しながら作っていく、うんうん、ただこの新しいパラダイムを見つけられないとな、まあ、宇宙に放り出された状態になっちゃうので、うん、帰るとこがなくなっちゃって、はい、元の鞘に戻ってまたさらにはまっちゃうから、うん、あまり一緒に寄り添ってる時間は長くなっちゃうかなっていう感じですね、うん、そうだからやっぱりその枠組みっているんですよね、うん、ある種必要 で、うん、でその枠組みの範囲でその僕はよくデベロップメントって言葉を使うんですけど、はい、
その枠組みの中でデベロップメントできる最大の範囲が枠の枠組みの枠ですよね。でその範囲の中で動くわけですよ、ある種。例えばカラーっていうところで色の範囲だけでどれだけのパターンがあってどれが一番最適かっていうのを探していくフェーズがあって、じゃあその色じゃない例えば形っていうのは形のところでどこまでそれがっていう一個ずつにこのステージがあって、それが全部ワンセットになってるのが、まあ、要はグラフィックとかそういう感じじゃないですか。だから枠組みってなくなるわけじゃないんですよね。でそのどの枠組みを選んでこの3つでデベロップさせるとか2つでいいやとか1個でいいやとか、それを最初に見分けて、職業上そういう感じが多いですよね。そうです、最初にどのファクターをいじるべきかっていう感じ。だからデザインの仕事って日常的には多分そういう風にデザイナーからすると見えてる感じですよね。そうですね。でそこにそもそももう1個入れた方がいいのかとか引いた方がいいのかとか、そこを考えると。そうですね、そんなことをいろいろ考えてるっていう、多分優れたグラフィックデザイナーとかの方は多分そういう思考がもう元々なんですかね、元々あるんだろうなというふうな気はするんですけどね。なんか佐川さんが北九州でお仕事されて、まあ、はい、枠組みっていうこともそうなんですけど、はい、なんかこう独特なこう感覚とか、なんか北九州だからこうだよねみたいなのってありますか？北九州のか、そうですね、僕はもともと北九州でしか仕事をしたことがないっていうのもあるんですけど、そうね、なんだろう、なかなかやっぱりデザインっていうものに対しての理解が難しいっていうのは正直思いましたよね、はい、その絵とかグラフィックとか、はい、まあ、そういったものに対してこうお金を払うとかっていうのがまあないなっていうふうなところは、はい、デザインをしてた時にはデザイナーを始めた時ですかね、そういう時はやっぱすごく強く感じましたね。でもそれはなんでなんかなっていうのをいろいろ考えていくと、まあ、単純にやっぱ経営者とかお店の方だと売り上げをっていうようなところとか、お客様をやっぱりたくさん集客したいとかっていうようなところにつながるので、じゃあまあ極論を言えば、まあ、集まって売れればいいんじゃねえのっていうふうになるんですけど、でもじゃあなんですかね、どんな手段を使ってでもっていうわけではないので、その会社のやっぱ望むお客様とか、望むこう商品のこう渡し方とか、そういったものがあるんだろうなって思ったので、じゃあそれに合ったようなあのビジュアルの表現とかを作っていかないといけないのかなとかっていうのをですね、考えたりとかってありますね。つながってない感じがするんですよね、僕も。あのデザインをして表現変えるだけで劇的に売り上げ上がるとか普通にいっぱいあるじゃないですか、はい、ちょっと見せ方変えるだけで一気に変わるんですけど、地道に汗かくのが一番の近道だって信じ込んでる人はそれ絶対やんないんですよね。で、そこが多分一番大きい枠組みで、あのそんなことが起きるわけないって信じ込んじゃってるから、そうですね、投資する価値が見えないんですよね。だからそんなもんやっても意味がないって頭ごなしできちゃって、大切なチャンスを失っちゃう。そうですね、だからまあ全然グラフィックとか関係ないような、まあ今だともう当たり前ですけど、いわゆるこうなんですね、地産地消、そのいわゆる農産物とかにラベルつけて売るみたいなことをすれば売れてたっていうのは、まあそういうところがあったのかなとは思うんですけど、でももうそれが当たり前になってしまっているので、もうただそれするだけでは売れない、たまたま、まあ、作った方にはちゃんと意図があったんだとは思うんですけどね、はい、でもそういう意図をやっぱ汲み取ってやらないと、どこそこの町でそういうふうなこうお野菜とかお肉をブランド化したからそれ真似しようってやっても、まあ、うまくはいかないなっていうのは、その絵だけじゃダメなんだなっていうところだとは思いますね、うんうんうん、そうですね、はい、そうそう、よくやるじゃないですか、ここの町で成功したからこっちで同じことやってみたらできませんでした、みたいなね、でそれ意外とその同じことをやるっていう行為そのものに問題点があるということに気づかないとかね、そうですね、あるわけですよ、はい、今だとそうですね、あの最近だとあのネットニュースとかにも出てますけど、ケゴ神社ですかね、あそこが今ブランディングをあのちょっと有名なブランディング会社の方がやってデザインを手こ入れしてるっていうのがあって、僕たまたま今ちょっと神社のホームページとかを作ってるのがあって、それをちょっとご紹介をしたら、そのやっぱり表面だけを真似しようっていう風にしてしてしまったので、いやいやそれはやっぱりダメなんですよって言って、それはやっぱその神社神社のやっぱあり方とかに向き合った
後にそういったツールを作らないと、まあ、僕らはそういう風な人が出てじゃあ作ってくださいってお金これぐらい出したらできますよパッケージとか全部とかですね、神社のマークもきれいにしましょうとかって言ったら、まあ、お金にはなるかもしれないんですけどそれが本当にね幸せなことではきっとないだろうなと思うので、まあ、そこを分かっていただくようにして、なんですかね、本当にこうデザインしてよかったなって思ってもらえるような仕事がしたいなと思ってやってるっていう感じですね、はい、あんまりいいなんですか儲からない仕事のスタイルかもしれないんですけど、はい、そうそう、お客様に対しては必要なことですね。そうですね、そのまま応援したってそこの価値が伝わらなかったら一緒ですよね。そうですね、はい、だから結局その突き詰めてデザインしようと思うと、うん、その戻っていくんですよ、うん、で僕もお家の設計とかするんですけど、うん、その方お客さんクライアントさんにとって一生の買い物じゃないですか、うん、その時に家とかっていうものは、うん、その人にとってどういう存在であったかっていう、うん、そうどういうその方との関係性であるかとかを深掘りしていくわけですよね、うん、そうするとねあ私そういえばそう思ってたみたいなところにある、はい、出会っちゃうんですよ、はいはいはい、もうなんかまるでね旅の一緒に旅する感じですよね、うん、頭の中を一緒に旅していってでそれそのものがどこに存在していてどういうきっかけでこういう強い印象が出たかみたいなところの特性とかまであって、うんうんでそういうとこまで掘り下げていくともう永遠のね、うん、でも形っていうところの出口に、まあ、最終的にはなっていくので、うんうんうん、まるでねなんか旅、うんうん、そういう感じですよね。そうですね、うん、でね僕が最近すごい思うのはそういうふうにやってくれる人たちだけじゃないんですよ、うん、逆に言うと今のって隙があるってことじゃないですか、うん、他分かりやすいものを見せると買っちゃう人たちがいるじゃないですか、うんうん、そうですね、だからそれにつけ込んでくる人たちがいてでそれで荒らしちゃっていく荒らされちゃった人たちがいっぱいいるんですよね、うん、だから目先の、うん、これやったらいいことになりますよいくらですよ、うん、きっと3年くらいで回収できますよって言って、うん、なんか小手先のやつだけポンって置いて、うん、で買ったんだからお前後でやれよって言って手のひら返す、うん、してでどんどん街が疲弊してってくるじゃないですか、うん、それ結構大きい会社がやるわけですよ、うん、そうですね、街づくりのエリアでね、そう、うん、詐欺師ですからねそうですね、うん、そうですなんか現実を考えると難しいですけどね、バランス思わず名前言うてしまいたくなる、うん、まあでも枠組みをなんか考えて突っ走って僕何回かそういう人に会って来んなって言ったことありますからねお前センスねえなとか、お前やってるの詐欺だぞとか、本人はそういう人たちでどういうところにいるかっていうと、会社の命令でやってるからそういう人たち超全力なんですね。そうですよね、それが正しいって信じてるから、だから彼らの枠組みとこっちの枠組みがあまりにも違うからフィットしないんですよね。そうですね、でそのまま言えるとなんか表面的に取り繕うのでどっかでバラバラになっちゃって、しばらくすると大体トラブルになってる、そうね、まあ、最初の枠組みを揃えるじゃないけど、うん、それがずれてるとやっぱずれますよね。そうですね、本当ね永遠にねデザイン終わんないんですよ、そうすると、うん、でデザイナーもねそこ詰めずにやると、うん、永遠のねあり地獄に入るんですよ、うん、これデザイナーならみんな経験するんですけどね、うん、そうですね、永遠に終わんないですよね、うん、永遠に終わんないんですけどデザインそのもの自体の特性上、うん、だけど、うん、落としどころが妥協みたいになっちゃって、そうそうつまんない感じになるんですね。これはねデザイナー最もね危険視するね、経験のあるデザイナーはねみんなこう警戒しますよね、うんうんうん、僕が、まあ、研究とある大学の研究にちょっと絡んでた時があって、その時に、まあ、知識アイデアを出し方みたいな研究なんですけれど、うん、誰もが納得するアイデアは、うん、アイデアって出す方法があるんですね、うん、まあ絶対じゃないんですけど、はい、何かっていうと誰も今まで持ってなかったものをその場に出すんですよ一緒に、うんうんうん、そうするとみんなで作ったものになるから受け入れやすくなるんですね、新しい枠組みは一緒にいる中でポンって作ると全員が受け取れるんですよ、うん、そう、そう、出口側のゴールはチーム編成ができた後そっちに向かうと一番最適化されやすいんですよ、うん、それぞれのポジションがそれぞれ の決まった状態でリスクを取りつつやるので、うんうん、チーム編成と新しいものっていうのがワンセットなんですよね、うん、だけど入り口の議論ですると理解力とかその短時間すぎてもうこういう程度でいいよみたいな中で真似しちゃうとかね、
そうそう、入り口との状態と出口の状態がクライアントさんとデザイナーの中であるんですよ、うんうんね、そうです、そうそうそうです、そうあるんですよ。リサーチャー渋谷の怒り、あら綺麗に入っちゃった、急に始まるコーナー、はい、急に始まるコーナー、知ってました、知ってます、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、じゃあ、あのなんやかんやで、うん、あんま怒ってませんっていうのと処理すぎ、はい、東京と九州毎週往復している僕が見て、北九州もっとこうしたらいいんじゃないっていう、嫌なのもう説明する、だんだん面倒くさくなってきたね、もうテープでいいんじゃねえかって ね、 何回目だね、テープでいいんじゃねえかって、オープニングと一緒ですよ、私全然言うじゃないし、あそう、うん、酔っ払っててもね、しゃぶせできるもんね、うんね、おやろうか、はい、やろう、やろうか、はい、あリピートアフターミーでお願いします、はいはい、じゃあ今週の怒りはこちら、はい、システムを見ろ、システムを見ろ、はい、その心は珍しく難しい感じなんですけど、うん、システムを捉えるっていうシステム思考なんですけどね、うん、システムっていうと IT っぽいことをイメージするじゃないですか、みんな、うん、そのシステムじゃないです、うん、まず系統とかネットワークとかつながりとかそういうの全部含めた、うん、あの全体のバランスですね、うん、だから、どういうところで使われてるかっていうと、生態系の絵って見たことあります、はい、あの虫がいて小動物がいて肉食動物がいてこうやって上がっていく、うん、でぐるぐる循環していく、あれが一つのシステムの例なんですね、うん、あと太陽系もシステムなんですね、あーソーラーシステムって言うので、はいはい、そういう自然の中の摂理とか全部含めたのがシステムで、はいはい、社会にも実はそういう摂理があって、うん、人の行動にも摂理があるんですよ、はい、で僕たちの体もその摂理で動いてるんですね、うん、あの、何かゴミが入ったら涙が出るとかまぶたを閉じるとかそういうのも体のシステムが動いてるからなんですよ、うん、でこれってパーツじゃないんですよね、うん、全体のバランスで動いてるんですよ、うん、で当然街も企業もビジネスも全部全体のバランスがあって、その中に新しく提案する商品であったりサービスがどう影響するかを見ないままやると大体壊れるんですね、うんうん、当てずっぽでやってもうまく止まりますけど、はい、だからデザインを生かすために全体のシステムを見るっていうこともやれるとよりパワフルかなと、うん、でこれは北九州だけじゃなくて、うん、多分世界中どこもやんなきゃいけないこと、うん、珍しく日本じゃなくて世界です、うん、だからシステム思考とデザイン思考ってセットなんですよ、うんだと僕は思ってる、うんうん、だからそこも全部は含めてやれたら北九州の街でもっと面白いことできるんじゃないかなっていうふうに思いました、うん、はい以上、素晴らしい、面白い、うん、お、ありがとう、でもその辺なんですよね、とかそのなんだろうな、多分ね考えるちょっとセクションが違うんですよね、それぞれそのワーク組みっていったらそのシステムのところとかね、うんうん、コンテンツのところとかね、うん、コンテンツシステムは本当に IT みたいだけどさ、うん、でもまあそこは違うんですよね、うん、次元がねそれぞれあるっていう、うんうん、北九企画会議のこの4人はシステムですか、なってます、うん、システムって常に存在してるのね、だから何かやったら反応するのはすでにシステムなんですよ、うん、だからあのディレクターがしょうもないことを言うと突っ込むじゃないですか一応、あとそういう顔するじゃない、うん、今見ますけど、これシステムですね、そうこれシステム、ツッコミシステム、そうそう、そこはちょっと狂うと居心地が悪くなっちゃうね、そうそうそう、うん、でそれを狂うと何か是正するシステムが今度動き出すんですよ、うんはいはい、あなんかちょっと雰囲気悪いなと思ってこっちが入ってきて、うん、でそれで、ね、修正をしようとする、うんうん、っていうふうに全部相関してるんですね、まあ、わしがミミズとすれば、うん、あなたはまあ次行きましょうかこういうふうにそうそうこういうことです、ね、今のシステムねすごい素敵なシステムではありますね、そういうことです、わかりました、はい、いかがですか今のなかなか面白いですね、いいですか、はい、はいシステム、はいはい、うん、以上です、はい、難しく、え以上なの、えまだ終わらないよ、ね、全然ね、怒りの顔がない、そうなん、全然今聞いてました、聞いてましたよ、システムでしょ、ミミズとか言ったけど、ミミズと、生態系のとこだけ聞いてた、生態系はねシステムですからね、うんうん、でも珍しくこう、うん、パサッと雰囲気変わったんで、うん、
あの田川さんに、うん、あのちょっと長めに北九州の未来の話語ってもらいました、うんうん、あいいですね、これから先どうしようって、うん、僕がですか、ああのどうしたいかですね、僕がです、あの北九州をどうしたいかっていうよりも、うん、田川さんがこの町でやってみたいことだったり、うん、こうなってくれたら楽しいのになって思うことを聞けたら面白いかな、うんね、なんだろうな、自分が面白かったら一番いいなっていう、それくらいはなんですけどね、そう、まあでもまあ、今会社をやっぱり作ったので、会社を作ったのは僕一人でずっとやっててもいいかなって思ってたんですけど、うん、別に一人でやっててもそんなに困らない、うんうん、僕はあの結婚してますけど、まあね、あの子供がいるわけでもないので、うん、別に生きていくのに不自由があるわけでもないというふうになった時に、でもなんかこう仕事ををもっとこう楽しくやっていきたいなっていうのがあったので、そのためにはそのより良い仕事がしたいなと、でもうちょっとこう何ですかね、お金だけじゃなくてそのもうちょっとこう町の活性化につながるような仕事とか、あとは例えばウェブサイトを作るとかウェブを使った何かをするっていう風になった時にも一人でやっていくのには限界があるなって思ってたので、それで今回あのもう一人一緒にあのメンバーがいて、はい、まあ、2人で会社を作ってるんですけど、うん、まあ、そうやって僕は何ですかね、あのデザイナーの人って北九州だとですね結構フリーランスになってしまって一人でコツコツやるとかっていうような人が多いのかなっていう風な気がするんですよね。まあ東京とかでもフリーランスの人非常に多いのかなと思うんですけど、うん、でも一人でできることって限界があるので、うんうん、でデザイナーはフリーランスでやってると要は1から10まで全部自分で面倒を見ないといけないから、要は本当に例えばデザインをやりたい人はデザインができないっていう風なことにもなるんですよね、うん、そうなってきた時にその本当に能力のあるデザイナーの人がこう活躍できるような場所を作りたいなっていう風なのがありますね。僕はデザインをしてましたけど、正直僕よりあの優れたデザイナーの人たくさんいますし、特にウェブサイト制作ってなるともうこれから分業とかっていうのが特に多いからですね、はい、だからそういうふうな僕個人的ですけど、そういうふうなデザイナーの人を集めたよ、デザイナーの人がこう何ですか、集まる会社を作りたいっていうのがあるんですよね。ちょっとなんかうまく言えないですけど、ね、いや立派ですよ、あの、はい、強みを生かしやすいね環境を作るの大事だし、うん、そうだから、あと仕事の内容をよく理解していて、うん、その仕事、まあ、本当にね継続性の問題もあるんですよ。そうですね、あのデザインが分かんない人がデザインを発注するとこんなんでいいよって なるけど、うん、ちょっと待ちましょうっていう人がいるとなんでってなって、はい、あそっかターゲットが違ったよねとか、うん、枠組みに気づくと、うん、そうですね、そうするとデザインもちゃんと仕事できる環境を整うって話ですよね。本当そうなんですよね、うん、あとは多分僕みたいなのでも会社を作るとか、うん、そういうふうに自分で思うようになるっていうようなことをなんかこう知ってもらえるといいなっていうのはあるんですよね。逆説的に僕は全然起業したくて起業したわけではないんですよね、うんうん、30歳の時に勤めてたデザイン会社がただ倒産してしまって就職したかったんですけどなかったんですよね、そこそこお金がもらえるところがたったそれだけの理由で、まあフリーランスをしようっていう風にしてやったので、だからその今の起業ブームじゃないですけど、なんかそのベンチャーとか作るような方とか見てたらもう志もあってすごいし、なんかそんな人と比べると僕はもう要は何ですかね、10年遅れてるみたいな印象なんですよ。その30からやって僕今42ですけど、10年ちょっとなってやっと会社を作ったみたいな感じですけど、でもこんな何ですかね、こういろいろ紆余曲折があって自分が何かしたいとかあんまなくてもそういうふうないろいろ経験を積んでるとなんかやりたいって思うことが出てくるみたいなことを知ってもらえるといいなっていうのはあるんですよね。例えばここ多分いらっしゃる皆さんとかってなんか僕から見るとなんか自分でやりたいものがあってどんどん前に進んでいくとか、秋田さんとかもそういうとこすごい強いですし、僕はあの松永さんっていう多分ご存知だと思うんですよね、あのとか見てるともうまさしくそうなんですよね。思ったことをどんどん形にしていく、やればいいやんとかっていうふうにしてよく言いますけど、でもやれない人って圧倒的に多いような気がするんですよね、はい、なんかあの一個
とりあえず僕毒吐きたくなって1個毒吐いていいですか、はい、あのね、あのベンチャーマインド言ってるやつ嫌いなんですよね、うん、あの要はあのスタートアップのイベントで俺すごいだろうプレゼンするやつら、そんな人いるの、いるから行ったんだもん、いっぱいいる、うん、いっぱいいる、うん、大してすごくないんだもん、だって本当にすごかったら別にそんなところでイベントしなくてもお金集まってるもん、あとあのシリコンバレーの真似をしてる日本の地方都市のイベントでどうだって言ってどうなんっていう、それなんかすごい具体的な人が浮かぶんですけど、あの IT 系やるんだったらイスラエルかシリコンバレー行ってやってこいよって思うんですね結局あの誰いやいやいろいろ勝負するならそっちでやればいいじゃんって思っているっていうのがあるので、なんかあの酔っちゃってませんって思うんですね、たまにちょっと毒ですよね今ね、はい、でそうやって思うから別に私たちが特別だと思ってなくていいですというのと、あと多分ここにいる人たちみんなそう全員そうだと思うんですけど、別に起業しなくてよかったらしてないような気がするあのでしょあ私は2代目やけ、うん、親が引いたレールに外れないようにちゃんとポンと乗っかってきてますよ、ね、そうです、あの選択肢としてだ高田さんと基本一緒で、うん、選択肢として採用だったから選んだだけであって、うん、普通に会社勤めしようが、うん、フリーランスやろうが、うん、起業しようが、うん、それが一番最適だったらそれ選んでるだけで、うん、たまたま起業だったとか会社経営だったっていうところにいるだけなんじゃないかなって、うんうん、僕は思います。まさに私はそうですね、僕は完全にそうです、うん、僕はだって会社経営すると思ってなかったもん自分で、でも個別のね人の世界観というかそれぞれの人から見ますとすごく複雑ですよ、うん、過去の歴史があって、うん、今はおっしゃられたみたいに2代目とかって、うん、いろんな状況が複雑で、うん、そこからいくと見えにくいんですけど、うん、でも、ね、逆に、ね、社会から見ると、うん、社会っていうその一つの観点があったとしますよ、うん、ないですけどね、うん、ないけど社会から見るとそこのセクション空いてるな、うん、誰か起業したらいいのにな、うん、あ したねっていう感じ、うん、でもこれの方が、うん、多分ね会社の意味ってあるんですよ。そうですね、うん、本当あの社会のから見てそのセクション空いてる、うん、さあ誰入るかなっていうだけなんですよ、うん、社会から見れば、うんうんうん、なんかね、そう最近なんかで読んだんですけど、気づいちゃったやつの責任がある、そうそうそう、うん、俺もそう思う、あそれはあるね、そう気づいちゃったっていう生き方をしてんだよっていうね、そうそうそう、だからやんないとねって皆さん中に気づいてるってことですね、 なんかねそうでしょうね空いてるじゃん、君たちすごいね、あんたもやってんのよ、私もやっちゃってるじゃんプロジェクト、だからもはやなんかえいやって踏み切るのもあるんだけど、そこじゃないんですよ、ですよね、エネルギーのポイントは本当にそこに行く必要があるかなんですよ、確かに、そう必要性があってですもんね、そうそう必要性にまつわることで、そうそうそう、自分がのドキドキとか言うても、うん、みんなそうなんですよっていう話で、そこからのスタートアップじゃないですよね、そのセクション空いてるんですけど誰か行きませんっていうのが、じゃあみたいな、じゃあ行くかみたいなそんな感じだと思いますよ、そうそう、あの力抜いて空いてるっていうことに気づいちゃった俺、ね、行くしかねえかみたいな、これやらないと大変なことになっちゃうけど、やった方がいいよなみたいな、俺って感じで気づいちゃったマジかって思ってやってますよ大体、そう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 、俺かそうかもしれない、まあ気づいちゃったっていうのはどうかわからんけど、やんないとなみたいな、うん、やらんでいいやろかとは思うわね、そうそうですね、うん、なんかあれこれって、うん、せんでいいやろかみたいな、うんうんうん、でそこにこうなんとかっと開いた空間をね、うんうんうん、ヒットゾーンを見つけたわけでもなんだけど、うん、これやらんでいいやろかみたいなのはよくある、うんうんうん、本当によくあるね、うんうんうん、で多分その気づいちゃったが、うん、さっきから言ってる田川さんの枠組みをちょっと外れちゃったんですよね、うん、何もなんか枠組みがチラッと外れてあっ、うん、しちゃった、うん、そう枠組みの外が見えたね、あそうですね、枠組みの外が見えちゃった人、あこれ限界見えちゃったみたいな人は次に行かないといけないんですよ、うん、そうですね、そういうのに気づけるといいですよね、でも新しい枠組みって言って作っていくのが実は世の中だったり、あの規制とかほら、うん、あの団体とかあるじゃん、うん、ああいう、うん、あるもの枠組みって基本的に私はあの既得権益の獲得と思ってるんで、うん、あのそれから何新規参入の障壁を高くする作業が、うん、あのああいう団体とか、うん、
だと思っているので、うん、一生懸命それを作ってきてるんだよね、うん、そういう枠組みを、その当事者たちは。でそれじゃあこうあぶれちゃうっていうか追いつけない人がいるので、じゃあこの枠組み次のを作らないとその参入できないわけですよ、うんうん、だからそれ新しい枠組みをまたにトライしていくってことになるんだろうと思ってるんだけども、うんうん、まあそういう意味の枠組みですからね、うんうん、そうですね、うんうん、システムっていうかね、やっぱり気づいた人はやらないといけないんですよ、うん、っていう感じですよね、うん、だからそうですね、デザイナーとかの、うん、はい、世界が分かっていて、うん、そういう人たちがちゃんと仕事できる環境を整えるための枠、うん、はい、株式会社の枠、ね、気づけるようなこう場所になったらいいなとは思いますけどね、でもあの素敵なあの発想だと、この株式会社枠組みっていう社名にしろ、うん、それから非常にあのなんかな、新規なんていうかね、初心者にとっても、はい、とっつきやすい考え方。あ、そうですね、僕は初心者なんで、ね、うん、いやいや私もだからあのビビッときますし、うんうん、ね、ね、そうですね、だと思うよね、今日なんかすごいいっぱい枠組み枠組み枠組みって言いましたね、うん、すごいですね、あんまり言わないですよね、なんかフレームワークとか、うん、枠組みでしょ、うん、それから、パラダイム、うん、ね、うん、だからそういうのをあの今できてるものからパラダイムチェンジとかね、うん、よく言う、そっちの狙いの枠組みですからね、そうですね、うん、はい、新しい、それもありますね、ね、はい、うん、なんか多分基本的にはなんかそういうものがなんかなんですか、世界で、うん、今あるものを変えていくんだろうなっていうのを、うん、すごく思う、うん、ことが多いので、うん、まあ、それで、うん、まあ、ちょっと変わった名前にしたいというのがあったんですけど、うん、はい、多分一番重要なのはあの今ある枠組みに気がついてほしいっていう、そうですね、一番最初に言われたね、はい、それはで、これがあってそれで新しい枠組みを考えるよね、うん、そうですね、うん、これはなんかいろいろお世話になっている人とかからよく言われたことがあるんですよね、うん、はい、今あるものに気づくためには違う視点に気づかせないと、それは今あるっていうことにすら気づかないっていうふうにして言われるんですよね、まあ、北九州の枠組みもね、うん、変わってほしいね、うん、高川さんのアプローチっていいなって思うのは、うん、大きい話じゃないじゃないですか、高等向けな、ね、あの夢を描くあの、うん、なんかもう本当かよっていう話じゃなくて、うん、現実的なところからちゃんと積み上げていく、うん、だ大きい夢描くときは必要なんですけれど、うん、やるときって結局足元から積み上げるしかないから、うん、新しい枠組みを一個一個丁寧に作ってる感じが素敵、はい、あんまりアバンギャルド系じゃないよね、まあ、コツコツ系なんで、コツコツ系だよね、多分そうだと私憧れがあるけど、アバンギャルドに、はい、だから多分あのバーンとやる人とかから、うん、要はあの手伝ってって言われることが多いんじゃないかなと思います、ね、役割分担でね、そうですね、役割分担でね、はい、あると北九州市 の, あの市名の変更を考えたい会を作りたいんでそうなんですか、うん、もういいじゃん北九州市っていう名前やめようっていう、最強市復活ですかじゃあなんていうか僕はあのなんとかランドがいいんやけどランドですか、それはまた面白いですね、ここだけ英語、うん、先週の、はい、なんとかランドはダメです、はいというわけで、そろそろ、はい、お時間になってまいりました、はい、まとめをお願いします、部長お願いします、まとめはね、枠組みを築こう枠組みに気づき、はい、大丈夫ですよ、気づき、枠組みを気づこう、はい、はい、もう黙ってください、はいはい、こういうシステムだ、はい、これもシステムです、はい、システムですね、はい、こういうシステムです、あのやっと40何回目になって確立してきたそうそうそう、はい、でまとめます、はい、マーケティングとデザインが今融合するような時代になってきましたね、うん、とで、その中でも今そもそもの枠組みに気づいてもらうことがやっぱり一番大事で、うん、でそれに気づけたら行動していくことが今度求められてきますよと、でも目先にとらわれるのではなくて、より俯瞰的に、まあ、あの新しい枠組み、広い大きい枠組みっていうのを見ていくと、あの可能性は広がるんじゃないかなと、でそれができず何が起きるかっていうと、社会の空いてるスペースが見えるので、それは見つけちゃったら動こうよと、だけど無理なくやっぱり一歩ずつ積み上げて丁寧にやっていこうねっていう感じだったかなと、はい、素晴らしい、うん、超すごい、はい、いつもすごいけど今日もすごい、すごい、今日はすごかったですよ本当に、神話の法則に乗っかってました、はい、じゃあ、はい、部長、じゃあキーワードね、はい、キーワードは何しますか、キーワード枠組みの話、枠組みでいいんじゃない、うん、枠組みも散々しちゃったから、うん、
パラダイムにしようパラダイム、はいはいはい、じゃあパラダイムで、はい、じゃベイビーステップベイビーステップは1月23日に行こう。あ、じゃあそれは続くから。そのまま継続でいいんやけど。じゃなくて。うん。枠組みね。うん、何？何がいいかな。何だろう。何やる？自分の枠組みを考えるとかね。いいね。自分の商売でもいいし。商売でいいし。人生でもいいし。枠組みっていうキーワードで考えちゃう。うん、家庭でもいいし。はい、家族、うん、友人でも。来週発表ですね。うん、枠組みの。はい、枠組みね。じゃあそれで。あ、はい、面白そうですね。聞いてみよう。はい、はい、ということで、寒い日が続いております、はい、明日明後日は超、寒波が来るということで、うん、ここから気をつけて、はい、あんまり無駄に外に出ないようにと言いながら、はい、行くべきイベントはきちんと行くと、はい、箱、はい、それでは皆様また来週ごきげんよう。さよなら、さよなら、ありがとうございました。